こんにちは、ヤスエッピーです。今日は五臓六腑についてお伝えします。まずはじめに、五臓六腑って何、そして五臓六腑それぞれの働きについて、最後にあなたのお悩み症状がどの五臓の不調を表しているかについてお伝えしていきますので、どうぞ最後まで動画をご覧ください。そしてチャンネル登録もお願いします。では早速始めましょう。五臓六腑というのは西洋医学でいう内臓のことですが、中医学では内臓だけを指すのではなく、その機能や役割までをも含むもっと広い意味で捉えます。中医学では自然界のすべてのものを木、火、土、温、水の5つに分類して考えます。五臓六腑も5つのグループに分かれます。図で示すとこんな感じです。五臓は肝、心、脾、肺、腎、六腑は肝、小腸、胃、大腸、膀胱、三焦です。図を見ると木のグループに肝と胆、火のグループに心と小腸、土のグループに脾と胃、金のグループに肺と大腸、そして水のグループに腎と膀胱が入っています。このように五臓と六腑は表裏関係があって、密接に関係し合いながら働いています。またお互いを支え合ったり抑制し合ったりしながらバランスをとっています。図で示すとこんな感じです。外側の白い矢印は支えている関係、内側の黒い矢印は抑制する関係を表します。ではそれぞれどんな働きがあるのでしょうか。五臓は袋状の内臓で、その働きは主に気、血、水を作り蓄えるということです。六腑は管状の内臓で、主に消化吸収と運搬です。五臓と六腑がうまく働いていれば、私たちの体を構成する基本物質である気、血、水がちゃんと作られ、体をうまく巡ってくれるので健康な状態を保つことができます。逆に五臓六腑のどこかに不調があると、働きが弱くなるのでバランスが崩れ、健康にも影響が出てきます。気、血、水については次回の動画で詳しくお伝えします。次に五臓六腑のそれぞれの働きを木、火、土、金、水のグループの特色とともに簡単にザクッとお伝えします。まずは木グループ。木は樹木が上に向かって伸び伸びと成長するというイメージを持っています。木グループの五臓は肝。肝の働きは血液を貯蔵する、体のエネルギーである気を巡らせる。そして六腑の胆の働きは胆汁を分泌し、消化吸収を促す。そして中医学では胆は物事を判断し決断を下すという役割があると考えます。次は火のグループ。火はまさに燃え上がるというイメージを持っています。このグループの五臓の心の働きは血液を全身に運ぶ、精神意識をコントロールするです。心がスムーズに働いていれば、血が体の隅々まで栄養を運んでくれるので、意識もはっきりし精神的にも安定します。六腑である小腸の働きは胃で消化されたものを体に必要なものとそうでないものに分別します。次は土のグループ。土は火食といって、土に種をまき農作物を収穫するという意味から、踏み出す、発育するなどのイメージです。このグループの五臓である火は、食べたものを消化吸収し、気、血、水の元を作り出し運搬します。そして血を血管から漏れ出さないようにします。六腑である胃は食べ物を消化します。次に金のグループです。金は金属の特性であるさまざまな形に変化するというイメージです。このグループの五臓である肺の働きは呼吸を司ります。肺の呼吸で新しい空気を取り込み、体内の汚れた気を排出します。また水分代謝や免疫機能という役割も持っています。六腑である大腸は便を作り排泄します。そして最後に水のグループです。水は
下に向かって流れるというイメージです。このグループの五臓である腎の働きは、体の成長、発育、老化、生殖に関係する生命力、生命活動の源を貯めておく働きがあります。そして水分代謝や呼吸にも深く関わっています。ロップである膀胱は尿を貯めて排出します。いかがでしたか？以上、サクッとそれぞれの働きについてご紹介しました。西洋医学の臓器の働きと大きくは違わないのですが、ところどころ中医学ならではの捉え方がありますので、興味を持たれた方はぜひより深く学んでみてくださいね。最後に、あなたのお悩み症状は五臓六腑のどの不調が原因なのかがわかる簡単な表を作りましたので、ぜひ参考にしてみてください。今日のまとめです。今日は五臓六腑についてお話ししました。五臓六腑とは中医学で捉えた内臓のことで、臓器のことだけでなく、その機能や役割を含む広い意味を持ち、五臓は肝、心、脾、肺、腎、六腑は胆、小腸、胃、大腸、膀胱、三小のことを表します。それぞれ5つのグループに分かれ、お互いを支え合ったり抑制し合ったりしてバランスをとり、健康状態を維持しています。五臓六腑それぞれの役割についてはこちらの表にしてみました。いかがでしたか？次回は気・血・水についてお伝えしますので、次回の動画もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。